じゃあこんにちは、はい、豊さん、はい、開幕してもう1ヶ月もう過ぎましたけれども、はい、開幕から調子がいい選手、なかなか上がってこない選手出てきてます。中で、はい、まあ、中でもやっぱり注目されているのがヤクルトの村上選手とやっぱ阪神の佐藤輝明選手、この2選手なんですけれども、まあ俺の動画を見てないな。ん？どっちですか？この2人は絶対上がってくるって。絶対上がってくるよ。まあ、村上選手もその何かに今トライしててこうなってるだけっていう WBC での、まあそれもあるし、プレッシャーもあるだろうしな、疲労もあるだろうし、うん、はい、まあ、いろんなことが重なっての開幕だったから、はい、まあ大変だったと思うけども、うん、ここに来てやっとね、自分の意思、うん、そういうものがバットに伝わるようになってきたというかね、はい、まあ、例えばここでホームランを打ちたい、ホームランを打てたっていうのはなかなかないけども、はい、ランナーサードワンアウト、外野フライを打ちたい、外野フライを打てました、うん、ツーアウトランナーサード、ヒットが欲しい、タイムリーが欲しい、追加点が欲しい、その時にタイムリーを打てました、うん、だんだんこう自分が思ってる意思がバットに伝わっていってるっていうかね、うん、まあ、そんな感じだから、まあ、三振の数は多かったけども、そうですね、ここからちょっと上がってくるかなっていうような気はする、うん、まあ、ちょっと数字を紹介すると、まあ、5月1日時点なんですけれども、村上選手が1割5分7厘、なんか村上選手の1割5分7厘っていうのを言うこと自体がもうちょっとなさすぎてびっくりしてるぐらいなんですけれども、まあね、はい、でここまで25試合103打席で、はい、13安打、うん、で三振が39で、ホームランはまだ2本で、ただ打点は12で、4月29日の日曜日に10試合ぶりにタイムリーが出たというところなんですね、うん、まあでも得点圏打率が3割3分3厘、はい、結構打ってくれてるんだよね。そうですよね、打率で打点も12、はい、この中の勝利打点っていうのを考えるとさ、まあ、結構あるんだよ。そうですね、だからみんな不調不調って言うけど、でも仕事はしてくれてるし、はい、でも村上だって投げるピッチャーって怖いよやっぱ、うん、いつ炸裂するかっていうのを考えると。そうですね、何きっかけで。だからまあ存在感っていうのはすごくいいものを醸し出してるし、うん、こっから上がってくるよ、こっから、うん、その去年の各ピッチャーの攻め方と今年の各ピッチャーの村上選手の攻め方ってちょっと変わってるんですか？まあ、後半からまあ厳しい攻めになってきてね、三冠王目前にしてからは、はい、まあ、そこからの変化っていうのはそんなにないよ。ただ変化したのは村上の気持ちだよね。そこが一番大きいんだ。そう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 、やっぱやらなきゃいけない、打たなきゃいけない、やっぱ三冠を取ってさ、うん、次の年に下手打てないじゃない。そういう自分の成績に対してのプレッシャーもあるわけよ、うん、で WBC で大谷に衝撃を受けて、はい、でダルビッシュにもうこういうことをやらないとやっぱ大谷には近づけないよって、うん、でも負けず嫌いの村上がそれをやろうと多分してる、うん、でゲームに入る、バラバラになってる、ね、やっと整理がついたと思う。そうなんですね、と俺は思うけどね、うん、だから悪いけど絶対村上は上がってくるって俺は信じてるけどね。5月の月間打率ってどのくらいになりそうですか？なことは知らない。教えてください。でも3割ぐらいは打つんだよ。お、3割ぐらいには戻してくると思う。いや、トータル的な3割じゃないよ、はい、月間5月だけのね、はい、成績では、まあ、3割の10本まではいかないけど、うん、まあまあ1桁後半のホームランを打ってくるんだね。例えばその手が出なくて三振になってしまうとか、それって去年とどう違ってるんですか？いや、去年はさ、うん、もう絶好調だもん。あ、まあ、そうか。それは止まればボールだし、振ればスライドで飛んでいくし、うん、っていうような状態だから、だからまだ何が違うっていうか、やっぱボールを追っかけてるということと、うん、迷いがあるということね、まあ、昨年はやっぱあれだけいい状態がずっと続いたわけだから迷いはなかったよ、ね、うん、はい、だから、まあ、そこら辺の違いは全然昨年と比べてもダメだったと、うんうん、でも心配することはない、上がってくる村上は。ああ、それはよかった。兆候が出てきてる。それがやっぱり4月終わりぐらいから。まあそう、もう本当ギリギリ4月の終わりだよね、兆候が出たのね、はい、うん、ああこれは大丈夫と思った。ああ、やっと来たかみたいな。だからあれ4月30日の神宮での試合の時に阪神戦ね、阪神戦、うん、タイムリー出て一塁ベースでものすごい嬉しそうにベンチにジェスチャーしてたのを見て、うん、そこが一つ吹っ切れた何かになるといいなっていう。まあそうだね、うん、やっぱり溜めてるもんがあったからさ、うん、溜めてるもんっていうのは結果を出して吹き払わないと出ていかないもんだよね、はい、うん、
調子が悪いけどあーとか言っても吐き出ない、はい、でも打って結果良くてそういう雄たけびというかさ上げた時にはなんか嫌なものがどん全部出ていってるような気はするそうですね、はい、しかもチームがね本当に苦しい状況のあの7連敗を止めた試合だったので余計にやっぱり嬉しいっていうのはあったんだと思うんですけどね、はい、じゃあ村上選手は5月月間打率3割ぐらいいく大丈夫だと、はい、そして一方阪神の佐藤輝明選手、はい、なんか一歩ちょっと抜け出してきたかなっていう感じはあるんですけど上がってくるって言ったじゃんまあこれはもう上がってくるって、はい、最初打率がね1割台で1回スタメンも外れたことあったんですけど、まあ、5月1日時点で打率が2割1分5厘で24試合に出てヒット17本で、はい、ホームランもここまで3本打ってますただ得点圏打率が1割1分8厘というところではあるんですがまあ、きっかけとすれば別の動画でも言ったけど井上が6番に入ってポンポンと打ってくれたということそれと自分との勝負をしてくれるということね真っ向からねそれを弾き返せるか弾き返せなかったんだけどもやっぱフォアボールも取れるようになったしまあ内野安打からのきっかけだったんだけども軽打をしてタイムリーになったりだとかまあ、そういうことがちょっとずつ重なって、まあ、ホームランにつながった、うん、あのホームランを見たときにあこれもう絶対上がってくるとあそしたら神宮で2本打ったりだとかしたけども、はい、里輝はどちらかというと左足が折れちゃうんだよね左足が折れるっていうのはだから低めを打つために低くなろうとするんだよ、はい、それをやっちゃダメなんだよあの子はね、はい、ステップしてその場で回らないと高さを変えないんだよそれを手とかで操作できると調子がいいんだよ体で追うようになるとダメなんだよあ、なるほど、うん、だから言えばこの体で振れるところはボールだから振らなくていいんだよあ、そうですよね、うん、だから待っときゃ絶対投げてくるから、うん、だからそこを自分の体を変えないでカーンって回転すれば入る、うん、もうシンプルにそこなだけだそうそうそう、それができてきたといううん、あとその一番ジェフチョンの時に豊さんが打席で考えて打たないとこの場面ではどういう打ち方っていうのをしないとダメという話も以前もあったんですけど、ね、最近どうですか最近はねフォアボールを取れるようになってきてるから、うん、そういう思考っていうのは働いてると思うね、うん、だから良くなってくるとやっぱ思考も頭の中も回線になってくるみたいなあだから霧がかかった状態でずっとやるとその考えなきゃいけないことも考えられなくなるというかさ、はい、でやっぱり人間って考えないやつはいなくて、うん、里輝も必ず考えてたはずなんだけどその霧が晴れたような感じになってきてると思うんだよ、はい、だからこれからはちょっと上がってくると思う、ね、でただ、はい、6番の状態にもよるけどねこれがだからそれを分かっときゃいいんだよ本人うん、6番の状態が悪いってなると、まあ、例えばボールで散らしてきてそれに手を出してくれれば儲けもんっていう風な攻め方の時にフォアボールを取れるようになってくると、うん、また自分のペースになってくるからあ、ね、6番きっかけで調子は上がったけどこれから6番きっかけじゃなくて、ね、そういう思考で調子は上がってくるからうん、だからそういう意味では6番に頼らずね自分で上げられるようにしとかないといけないかなと思う、はい、そうですよね、まあ、村上選手も里輝選手もやっぱ4月終わり後半ぐらいから徐々に徐々に自分のペースにこう調子上げてきてるのでこの5月っていうのは4月よりもいい成績がどんどん見られていくのかなってまあ、お互いにね、うん、なっていくと思う交流戦前までになんとかね調子戻ってきそうですかねいや戻ってくると思うよ戻さなきゃいけないし戻ってくると思うし、うん、村上はね間違いなく良くなってくる、うん、だから里輝はその6番きっかけって言ったでしょ、うんまあ、それから自分の思考をどう考えればいいかっていうことをしっかり整理をしてたら、うん、もっと上がってくるあ楽しみですねこの絶対上がってくるから、うんちょっと5月のこの、ね、村上選手、里輝選手の活躍、数字っていうのも、ちょっと楽しみですね。まあね、ホームラン、ホームランってね、みんな騒ぐけど、全体的にホームランって少ないから、今年あれ、なんでですか？やっぱりピッチャーが頑張ってるんだろうな。あ、うん、そういうことか、うん、だから、里輝もホームラン王のチャンスがある。そうですね、今年そうそう、うん、村上選手がね、今の時点で2本なので、もちろん里輝選手にもありますし、他のね、あるし、パーッと走ってる選手はいないから、そうですね、今ホームランでね、まあ、中田翔が6本かな、そうですね、ぐらいで、うんまあ、トップでしょ、はいうん、そしたら、まあ、チャンスはあるしね、うん、中田翔がガーンと行くかもわからないし、
あの今年面白いですね。いや面白い面白い、ホームラン王争いな、うん、これも結構面白いと思う。わかりました。ちょっと村上選手、サトテル選手、5月のちょっと成績も見ていきたいと思います。